平野の仕様と流せ角、嫉妬と怒り、船かきを乗り越えて、少年、特別な絆、親密予備なプレゼント好物アクセサリー、遠くて近い二人。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 5月22日で平野市要26、岸優太27、神宮寺裕太26の3人が脱退し、事務所からも退場、岸の宮城退場、するき NG& ピス。同グループは、高橋海斗24と長瀬恋24の同ユニットへと生まれ変わることになる。 別れが近づくことで、改めて金プリを牽引してきた二人、平野と長瀬によるコンビ少年に関心を寄せる声が増えているようで、もともと平野さんと長瀬さんはおよそ10ヶ月差で関西ジャニーズ JR に入所。出会って3年後の2015年に東京へ拠点を移した JR。時代から関係の深い二人組でした。 5月16日発売の女性自身公文社では彼らが一時期は関係がぎくしゃくしていた氷河期があったこと、それを乗り越えて現在は改めて良好な関係にあることを解説しています。女性誌ライター。 女性自身、Y までこそ平野と長瀬は笑いながら話せる中である。こと長瀬が使用は金プリをここまで押し上げてくれたと話すほどの関係性を築けているとしつつも一時期は長瀬がダンスや演技も見事にこなす平野へ嫉妬をこじらせて平野もそんな長瀬に悪い意味で対抗心を燃やしていた時期があったことを報じている。雑誌の撮影で手をつなぎポーズの指示を受けても躊躇してしまっ たりテレビ番組などでも目が合わないことがファンから指摘され不仲説が出たこともあったと言います。しかし、お互いにあえて距離を置いたことで、2017年頃に関係が改善。デビュー後も、関係が悪化することはなく、お互いを認め合っていると言います。 二人は JR 時代から色違いの十字架のネックレスを持っていますが、デビューコンサートでは二人ともそれをぶら下げて臨んでいましたね。全道。 視覚シンクロ現象をよく起こすコンビで有名だった。キンプリは全体的に仲のいいグループで知られているが、少年の場合は極端な仲良しコンビというよりは、お互いにお互いを認め合っているが、普段はそこまで露骨に態度に示さない信頼関係を築いているコンビだと言えそうだ。ベタベタな関係ではなくあえて言うとグループ間では距離のあるコンビ。 しかし、平野さんはめちゃくちゃ機嫌のいい時には、長瀬さんのことを長ちゃんと呼ぶこともあるそうで、決して不仲ではない。また、思考回路に似ている部分があるのか、よくシンクロ現象を起こすコンビだともっぱらです。ワイドショー関係者。例えば、2021年8月17日放送の、ジップ。日本テレビ系で好きなおにぎりの具について回答した場面では二人とも、 綱だった。また、金プリのメンバー全員でクリスマスプレゼントを持ち寄って交換大会を開いた際は、俺と紫王がこうむって、プレゼントを渡すものが、プロジェクターを渡したんですけど、まさかのかぶって、だからお互いがお互いに当たらんくてよかったよねっていう、プロジェクター買ったらプロジェクターもらうことになるから。 と、まさかのプレゼントかぶりが発生してしまったことを、長瀬は2021年1月21日放送のラジオ番組、長瀬角レイディオガーデン文化放送で楽しげに語っていた。ちなみに、高橋は鉄板焼きの鉄板と、テープに文字刻めるやつ、米印おそらく、テプラ、神宮寺は地球儀みたいな置物、岸はリンゴ時計。 米印お,おそらく、アップルウォッチ、おそれぞれ用意していたとのことだ。また氷河期を脱したこともあり2020年代を迎えた頃から平野さんはバラエティ番組なのでも素直に長瀬さんに対して好意的な話をしたりお互いにいいコンビとして再注目されてきた部分もありました全道。 近く、すごく助かったよ、お互い様だなと思ったよ、と言い合える関係2021年8月放送の24時間テレビ、日本テレビ系で平野と長瀬は恒例企画、日本列島ダーツの旅的全国1億人インタビューに挑んだが、この収録について当時の t v ステーションダイヤモンド社のインタビューにて、こう語っていた。 平野町の人に思いを聞くときに話が途切れてしまうことがたびたびあって、そのときに角がスッと入ってくれて、すごく助かったよ。永瀬いや、それは本当にお互い様だなと思ったよ。俺も、仕様の対応で助かったことが何回もあったし、中略、平夜、主演の SP ドラマについては、期待されてるとプレッシャーが。でも、楽しみにしてて、 お互い支えながら、無理せずやろう。大変な時は言ってね。また、今年2月17日深夜放送の音楽番組、バズリズム02、日本テレビ系、で、キンプリのメンバーたちは、k n g ブスのお前のここが可愛いぜ。ザタン界、というコーナーでトークを行った。そこで平野は、長瀬が白米が大好きなことに触れて、本当、白米が好きなんですよ。 で、その頬張る姿も可愛いですし、とコメントしていたこともある。あとはやはり冠番組 k n g ピン s u 日本テレビ系ですよね。二人で協力する系の企画も多かったため、行きぴったりな姿がしばしば話題になりました。 例えば2022年4月9日放送会で行われた日本語禁止のクッキング指示役脇氏では、少年が二人で正解を導き出して非常に楽しそうにハイタッチしていたこともありましたね。前でのワイドショー関係者、距離感が遠いようで近い部分もある少年。活動の場所は違っても、絆は永遠に続いていくだろう。 近く、楽しそうな少年に癒される平野仕様流瀬角は気合い合い笑顔で料理作りに挑戦ショット。今となっては懐かしい、金髪時代の平野。